こんにちは、花坂じいさんです。今日はですね、タピアの摘心をして超満開にする方法4選をね、皆さんに伝えたいと思います。このタピアンはですね、バーベナを品種改良した園芸品種なんですね、という花なんですが、とってもね、かわいいね、綺麗な花が咲くんですよ。こんな感じですね。超アップという感じですね。かわいい花が咲きます。はい、でこの花のですね、花言葉、魔力、魅力というね、花言葉がついています。で特性はですね、開花期が非常に長いです。ですからね、初心者でもね、非常に育てやすい花なんですね。で特徴はですね、3つあるんですけど、まず1つ目が、繊細な葉にね、優しい花房がつくんですよね。しかもね、2つ目に、病気に強く丈夫に育ちます。3つ目に、高い成長力で雑草防止にもなるんですよね。ですからこれ植えとくと、もう草が生える余地がないという感じですね。そう言っていきたいと思います。摘心はですね、枝先をカットして脇芽を出す作業ですね。みっしり今咲いてますけどね、これにもっと株をこう大きくしてですね、もっともっと咲かせたいなというふうに思っています。まあ先、ここにね、房がついてるんですけど、この房のね、下でね、切ります。ちょこんと切ります。こんな感じでね、せっかく咲いたかなと思ったんですけど、またすぐ咲いてくれますから。じゃこの中にね、もっともっと芽が出てるんですよね。でここからもいっぱいだから咲いてくれるんですね。はい、これをカットしてあげる。2つ分かれてますから、その間をね、ちょこんとカットしてあげるだけでいいですから。こんな感じでちょこんとね。次ですね、超満開にする方法4選を伝えますね。4つ目の1つ目何かというと、栽培環境なんですね。でこのタピアン、半日以上ね、直射日光の当たる出てください。2つ目、水やり、土の表面が乾いたらね、たっぷりと水をやってください。鉢底からね、水が出るぐらいやってくださいね。3つ目、肥料です。これも悩まれると思うんですけどね、液体肥料をね、500倍に薄めて1週間にね、1回から2回、結構ね、肥料好きの花なんで、あげてほしいなというふうに思います。4つ目、実はですね、このままでもね、あらかたぐっと伸びて、出てくれるんですよ。でもね、もう1回ね、摘心をやるとね、超満開になりますからね。これまたゴンゴンゴン伸びてきてね、先がポーッと出たなんかするんですよ。そういうところをちょっとね、先をつまんでもらうと超満開になりますんで、ぜひね、やってほしいなというふうに思います。このままでも満開になりますからね、このままでもいいやって方はそのままね、しといていただくと、もうあらかた鉢のこの辺まで咲きますからね、いい形になるかなというふうに思います。
今日はねタピアンを摘取しました。花咲かじいさんと一緒にね超満開の花を咲かせましょう。最後になりましたがね、いつもコメントくれてありがとうございます。本当に感謝感謝感謝ですね。チャンネル登録してね花咲かじいさんを応援しましょう。方法は画面中央に私の似顔絵が出てますからピッとねクリックするだけです。右側のベルのマークもしてください。今日も最後までねご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でまた張り切ってお会いしましょう。